ごきげんよう、谷風です。あれ、ファトさんどこ行っちゃったのかしら。個人ブログにおける訪問アクセス数100万回突破、サービス、年齢不詳、超更新率を誇るデッドストーンブローガー。その男は黙々と語った。2016年金サバ、あの伝説の一言を私たちは忘れない。終わりかよ。させん。はい、サビさん、すごいね、ブログ100万アクセス。100万アクセスってほんとすごくて、うちのブログで言ったらあと100年かかりますからね。そんなね、サビさんが、100万記念プレゼント企画第2弾ということでね、アリーナで開催するということなんで、ちょっとね、お手伝いがてら、応援に行ってまいりました。ユーザー主催のね、全サバを対象としたイベントっていうことで捉えると、このサビさんのイベントっていうのは本当に意義があると私は思ってるんですよ。具体的に何をすればいいかっていうのは私も分かんないけど、そのアリーナにね、全サバのユーザーが集まって何かしら交流ができるっていう、このスタンスをね、広げていくきっかけになるんじゃないかなと思っております。はい、サビさん本当にお疲れ様でした。これからも200万アクセス目指して頑張ってください。応援しております。ところでね、本当に金サバからですね、イベント続きで動画のね、制作が追いつかなくてですね、まあ編集技術がね、ないっていうのは当然なんですけど、まあ今回を含めてですね、ようやくその動画素材をのストックをね、全部吐き出した状態でして、自分なりのね、その動画フォーマットみたいなのが、まあ、ようやくできてきたんでね、まあこれからはちょっと落ち着くかなと思うんですけども、昔から動画制作っていうのは本当に興味があるし、いろいろなことやってたりしたんですけど、まあ技術が追いつかなくて、ちょっとね、お蔵入りになってる動画とかがね、ファイルの中から出てきちゃったりしたんですよ。なんだって思う方の方がね、大半だと思うんですけど、これもう夢と妄想がすげえ詰まってる、未完成の動画でして、せめてね、完成してからアップロードしろよって話あるんですけど、いや、何が言いたいかっていうとですね、これを完成させる技術がやっぱり今もないなっていうことに気づいちゃったんですよね。自分なりにね、努力はしてるなっていうのは感じるんですけどね、ひどいですよねこれ。いや、まあね、レッドストーンのマイナービルドだったりとか、全サバのコミュニティだったりとか、まあレッドストーン動画だったりとか、まあ今までね、あんまりユーザーがやってこなかったものをなんとか育てていきたいなっていう話ですよ。公式でもね、ユーザー主催のね、イベントをブログで告知するとか、今やってますけども、もし、こんなね、誰も見ない動画でも、なんか宣伝してくれよなんていうんであれば、全然ウェルカムでやりますし、 あと100制限ね、ちょっと次回予定日早めに決めますので、そんなのもね、やっていきたいなと思っております。わーわー言うとります。お時間です。次回がいつかわからないけど。